金沢地域の皆様、お騒がせしております。テレビ改革と高橋純也の選挙活動に行っております。私どもテレビ改革党は、私は豊島区議会議員、靴沢良二と申します。今回、我が党からですね、高橋純也が葛飾区議会議員に立候補させていただきました。我が党はどういうことをやっている党かと申しますと、世の中の不公平をなくすと、そういうようなことを目指してやっておる政党であります。世の中不公平いっぱいありますけれども、私がちょっと不公平だなって思うのは、日本人の学生には奨学金を450万円貸して600万円取り立てるということを国はやっているのに対してですね、外国人の留学生に対しては年間380万円そっくりそのままくれてやる、返済しなくていいというのは日本人にとってとてもとても不公平ではないでしょうか。そういうようなことを訴えているのがテレビ改革党であります。この度葛飾区議会選挙に高橋純也が立候補いたしました。高橋純也は葛飾区議会に、行けた暁にはですね、そういうような今の日本にはびこる不公平を、議会で訴えたいと思っております。外国人留学生に対してはですね、学費補助、家賃補助、医療補助、お里帰りの時には飛行機代も出してやっているそうであります。その 年間総額は1人当たり平均380万円であります。日本には外国人留学生が約13万人おりますので、それだけで約5000億円の税金が使われていると、そういうことになっております。でですね、奨学金を支配している団体は文科省の外局である日本学生支援機構というところなんですけれども、日本人に対しては450万円貸し付けて600万円取り立てる、これのどこが支援なんでしょうか。日本人に対して日本学生支援機構がやっていることはただの金貸しであります。ただの金貸しであります。それに対して外国人留学生に対して380万円年間、4年間で1500万円ただでくれてやって、返済しなくていい、これが不公平と言わずして何を不公平というのでありましょうか。このような日本に今ある数々の不公平、これを訴えているのがテレビ改革党であります。高橋純也は葛飾区議会で日本にある数々の不公平を訴えさせていただきたいと思っております。ぜひとも皆様のお力添えをよろしくよろしくお願いいたします。